SRS ホールディングス株式会社は和食ファミリーレストラン、和食里、定食や宮本虚子などを運営する企業を参加に持つ持ち株会社。当初一部に上場している。本社は大阪府大阪市に所在。会社帰りのサラリーマン向けに手軽な鍋料理と寿司等を出す店として創業。続いてファミリーレストランとして洋食店舗を展開していった。 その後、カフェテリア形式の和食レストランの、県西ご飯タワーは、洋食ファミリーレストランの、満腹食堂エブリデイズ、ステーキファミリーレストランのステーキ、ステーキステーキ、居酒屋の、里法順、地層厨房法順も運営していたが撤退し、洋食店舗を和食店舗に、転換、一本化して、現在に至る。2007年10月1日をメドに、株式会社フレンドリーを、 九州合併する予定であることを発表したが、2007年3月30日、合併に関する基本合意の解消を発表した。2008年2月1日に、中国上海に、現地法人を設立同年7月、上海に和食里1号店、天山露店をオープンさせた。2012年1月27日に本社及び、本社商品センター敷地の売却、本社の移転、 本社商品センターの閉鎖及び外部委託を発表した。12年3月に売却。11月に本社は大阪市中央区に移転した。外部委託先は未定。2013年7月に寿司店チェーン、握り長次郎、都人などを運営するフーズネットを2016年9月に定食屋チェーンを運営する宮本宗市を子会社とし参加に収めた。 2017年10月に持ち株会社体制に移行。SRS ホールディングス株式会社に称号変更し、和食里などの事業は、里フードサービス株式会社に承継した。2019年5月に H2 オーリテイリングと資本業務提携を締結した。2020年2月に H2 オーリテイリング参加だった株式会社家族亭と株式会社サンローリーを 子会社化資参加に収めた。2021年4月に株式会社宮本部なしが株式会社サンローリーを九州合併し M&S フードサービス株式会社に社名変更した。なお、カツ丼の全国チェーンの一つでもあるカツサトを運営するビレッジフーズとは資本業務提携を含めて一切関係ない。また、カツ丼のカツや唐揚げの から山の関西地方の一部店舗子会社の里、アークランドフードサービス株式会社が、コーヒーのドドールコーヒー、たこ焼きの大釜や、茹で揚げ生パスタのポポラマーマの関西地方、関東地方の一部店舗子会社の M&S フードサービス株式会社がそれぞれ運営している。このか株式会社家族庭では、東北自動車道羽乳パーキングエリアに、うどん専門店、 ハブ製麺所を出店している。和食里は同社の子会社である里フードサービスが運営するファミリーレストランチェーン。和食をメインとしているファミリーレストランチェーンとしては日本一の店舗数を誇る。和食がメインだが洋食のメニューも充実している。毎日各店舗で仕込んでいる出汁と旬の食材を入りとしている。食べ放題の里しゃぶや 季節の和禅が主力である。本社のある関西地方のほか、栃木県と群馬県と山梨県を除く関東地方、東海地方にも出店している。ドリンクバーやビール、焼酎、ウイスキー、ワインなども一緒に飲み放題の里丸も大半の店舗で導入している。またひと品、デザートメニューも充実しているほかソフトクリームもセルフでおかわり自由である。 サトフードサービスは和食サトのほか天ぷら、天丼の三点、しゃぶしゃぶ、すき焼きの鍋一、小田作之助の作品の舞台にもなった夫婦全在、弁当と惣菜の厨房サトも運営している。二千十三年十二月二十九日和食サト放出店で食事をした十九人と店員一人の計二十人が食中毒を訴え一部からノロウイルスが検出され、 大阪市に29日から2日間の営業停止を命じられた。発症者は、しゃぶしゃぶ、一品料理、デザートなどを食していた。2016年1月24日、和食佐藤、菓子原北店で食事をした5人が食中毒を訴え、この5人と従業員1人の瓶からノロウイルスが検出され、奈良県に30日から3日間の営業停止を命じられた。 発症者は、サトジャブプレミアムコースを職していた。2016年9月末、大阪労働局過重労働撲滅特別対策、パンが法人としての同社、及び3点事業推進部長や店長を含む、計5人を、労働基準法違反の疑いで、書類送検した。社員及び、アルバイト従業員、計7人に対し、1ヶ月で、 最大111時間18分の残業をさせた上、法律に定める割増賃金を最大で224,982円支払っていなかった。同社が設置した第三者委員会の調査によると、2014年から2015年の全店舗での未払い賃金の合計額は約4億円であった。また、時間外労働の限度に関する労使協定を 店舗ごとに結んで、労働基準監督署に届け出ていたが、労働者代表の選出に不備があり、有効な協定として認められていなかった。なお、同社が労使協定で決めた残業の上限は月40時間であった。全国の労働局は、2008年以降同社の系列権に対し労務管理を改める、要計18回の改善指導を行っていたが、改善が見られなかった。 これについて大阪区検察庁が2017年2月27日付で略式起訴を行ったが大阪簡易裁判所は2017年3月6日付で略式命令は不相当であると判断し正式な刑事裁判で審理することになった2017年6月1日に大阪簡易裁判所で開かれた判決公判では全国規模で飲食店を展開する大企業で 社会的影響は少なくない。刑事責任は重いと言わざるを得ないとして有罪判決が下された。なお、2016年11月1日に日本放送協会で放送された NHK ニュースをはよう日本明らかになる隠れブラック企業の実態及び11月2日に同局で放送されたクローズアップ現代蔓延する隠れブラック企業から 密着特別対策班では、といった同社の長時間労働と勤務時間偽装の実態が明らかにされた和食里に関するカテゴリー、ありがとうございます。